私の中で一番なんか醍醐味の一つなんですけど、こう紙を入れてガーって持ち上げる、でさらにこのカールをしっかり出していくっていう。皆さんこんにちは、渡辺です。今回はくせ毛を魅力に変えていくインスタグラムで大人気のゆかりさんとコラボレーションさせていただきます。皆さんよろしくお願いします。はじめまして、ゆかりです。私はくせ毛を縮毛矯正をかけたり、ヘアアイロンでまっすぐにしなくてもこんな風な、まるでパーマのようなスタイルをくせ毛で活かせますよという情報を発信しています。はい、ということで今日はゆかりさんにいつもやってるねスタイリング方法をご紹介してもらって、あとはちょっとポイントですね、やり方のポイント、結構ここ重要なのでそこをしっかりと今日は解説してもらいたいと思います。はい、どういった方になんかこの動画って見てもらいたいですかね。くせ毛って可愛くなれないとか、まっすぐにしないと外に出れないとか、そういうふうに思ってる方って多いと思うんですけれども、私も実は何もしなくてこのスタイルができるわけじゃなくて、ちゃんと正しい方法で一つ一つやっていけば、こんなまるでパーマをかけたようなスタイルができるし、あなたも私はこんな髪じゃない、もっとボワボワでチリチリって思ってる人も絶対できるので、ぜひ最後まで動画を見てみんなでぜひ挑戦してみたいと思います。めちゃくちゃちょっと楽しみですね。はい、はい、では早速じゃあゆかりさんよろしくお願いします。はい、お願いします。私のこの髪の毛は今何もつけてない状態なのですごいボサボサなんですけど、ここからスタイリングをして綺麗にしていきたいと思います。はい、今髪の毛を乾いた状態からこうしっかり濡らしてきました。でちょっともうちょっと水分が欲しいので、こういう、水のスプレーで髪の毛をしっかりもっと濡らしていきます。シャンプーした後でもわざと濡らすの？てかもう拭かない、もうボタボタの状態で、うん、やっちゃいます。私はそれが意味みたいな、水がとにかく多ければ多いほど髪の毛にこう水分が行き渡るので、もうこの分かりますかね、このグシュって音が聞こえるの聞こえるかな、うん、この音がなんか目安です。グシュグシュってもう本当に水分めちゃくちゃ入ってるよっていう状態なので、もうだから濡らしまくるっていうか、そうだから肩とかずぶ濡れでも全然気にしません。じゃあもう床ももうなんかバスタオル引いてた方がいいぐらいの、ね、もうそういう場合もありますね。もう洗面所とかめちゃめちゃいつもずぶ濡れですけど気にせずスタイリングしてます。まあ、水分が大事ですからね、はい、そう、とにかくまずは水分、もう結構ポタポタって垂れてるの分かりますかね。このぐらいでいいです。しっかり濡らしたので、次こういうヘアクリーム、洗い流さないトリートメントをつけていきます。はい、どのぐらいですか、それぐらい。これで半分ぐらいかな、私の頭の半分ぐらい。でそれをもう一回つけるぐらい。そう、こういう感じで手でこうなじませて、全体をなじませてしっかり揉み込みます。最初にちょっとじゃあ指で溶かしながら、そうですね、あとは揉み込んでいくんですね。そうですね、この後ブラシも使うんですけど、しっかりなじませるためにもう一回ブラシで溶かしていくんですけど、まずはこうやって指で簡単につけます。でこう後ろは結構忘れがちなんですよ、こう、うんうん、届かないからちゃんと後ろもこう別にこうやってつけてあげるといいと思います。後ろ見えないですからね。そうなんです、うんうん、そこ結構重要ですよね。でこういう、これデンマンブラシなんですけど、これ結構くせ毛カーリーヘアの人たちはみんな使ってる、こういうのとか、あとタングルティーザー、タングルティーザーは濡れてる髪にも使えるんですごくおすすめです。で、こうやって全体をこうブラシでスタイリングでしっかりなじませます。もう後ろから前にやるみたいな、はい、もうこの時はもう何だろう、 こう髪の毛の癖とか気にしない、とにかくこう髪の毛をクリームになじませるっていう気持ちでやってください。
でこうなったら手でこう持ち上げてクシュクシュクシュって音が鳴るまで、これスクランチっていう言葉なんですけど、この動作をこうこれギュッギュッギュッってやることをスクランチ、スクランチしていきます。でこうするとこういい感じの束ができるの分かりますか？うんうん、できてます。この束はしっかり濡れてないとできないんです。で濡れてないうちにやっちゃうとこう細い毛がこうパラパラパラってなっちゃうだけなんで、この束を作るにはしっかり水分が必要です。はい、でこんな風になりました。でこう紙をよいしょって、よいしょ、あんまこう束を崩さないように気をつけながら後ろに持っていって、で次ジェルつけていきます。もうくせ毛を、スタイリングするにはもうジェルがとにかく必要なんです。水分で水を足します。でクリームで保湿をします。でその保湿が逃げないようにジェルでロックする、うんうんうん、この3ステップが基本です。私はこのカイリーミーを使ってます。私の頭半分でこのぐらい。硬さはどうなんですか？これはプルンプルンです。ジェルってこうバリバリになるイメージが、男の人が使うイメージ強いと思うんですけど、実はくせ毛にめちゃめちゃ良くて、この束をキープさせる、潤いと束をしっかりキープさせるあの役割があるので、こうくせ毛にはなくてはならないアイテムなんですけど、しっかり手で伸ばしたら、こう表面をコーティング、こう浮き毛があまり出たくはないので、浮き毛をこう浮かさないようにこうコーティングして、で中もしっかりこうつけていって、でさっきのクリームと同じようにスクランチしていきます。ここでだいぶ形つけていくって感じですよね。そうです。こういう感じで、あのこういうブラシで電マンブラシ、こういう風になんだ、こう手首をこうこのようにこうテンションをかけて溶かすと、でこう髪をフリフリってするとこう綺麗にこう毛の束がこう生まれて、クシュクシュクシュってやるとすごい綺麗に出るの分かりますか？はいはいはい。で、あのブラシを使わないと結構細めのあの束ができるんですけど、こういうブラシを使うともっとしっかり束が出るので、あと大きなカールを作りやすくなる。そっちの方がこうだとカールが出ないので、必ずこう内側からこうくるんと丸める感じでフリフリフリ、こういう感じ。こうやってちょっとなんか大人っぽい感じになると思うんですけど、こういう風にもできます。これジェルつけてる状態で、こっちジェルつけてない状態で、反対側もつけていきます。で、あとは櫛じゃなくてこう指でこうフィンガーコイリングって言うんですけど、フィンガーコイリング、フィンガーコイリングっていうテクニックで、こう指でこう癖をつけてこう束を作っていくのもあります。うん、後ろも忘れちゃいけないので、後ろもちょっと多めに。夏とかであの髪の毛が湿気でモヤモヤってなりやすいから、あの普段よりもちょっと気持ち多めに私はスタイリング剤をつけてます。こんな感じかな。注意したいのが、このスクランチをするときに結構こうやってやる人いるんですけど、これだともうバラバラになっちゃうんで、とにかく優しく包んで、優しくクシュクシュってやって、優しく離す、うん、これがすごい重要です。はい、で乾かす前に、私がねいつもやってるものなんですけど、だからこういう100円ショップとかにもある、これなんて言うんですかね、ダブルピン、そう、こういうので、あの根元を立ち上げたいんです。そっち根元を立ち上げることで、もっとこうカールがこうふわってして見えるんで、こう根元を立ち上げます。この時のポイントみたいなのある？この時のポイントはこう、うん、私は気をつけたら後頭部がこうパックリ割れちゃう、癖で割れちゃうことがあるんです、つむり。
だからそれが割れないようにこうしっかりこう真ん中につけてあげる。こうすると乾かした時にすごい綺麗に残りもこういうふうに指でちょっとクッと上げてあげて、だいたい1つの頭に7個ぐらいであげていきますね、根元を。はい、それで、ディフューザー乾かしていきます。これがくせ毛にとってなくてはならないディフューザーなんですけど、これはダイソンのドライヤーなんでこうアタッチメントがついてるタイプなんですけど、これはあのこれだけで売ってる、あのなんか普通の市販のドライヤーにつけられるあの後付けタイプも、売ってます。でこれは、風を拡散させる働きがあって、あのくせ毛にこう直接普通のこのドライヤーで当てると、あの風がこう集中しすぎてくせ毛がこうまっすぐ変にこう水分だけなくなってこう伸びきっちゃうことがあるんですね。なのでそれを避けるためにあのこう風を広げてあの乾かしていきます。で今の季節だとあの扇風機とかでも実はよくて、あのずっとドライヤーも暑いし大変だから、もうテレビ見ながら扇風機の前にずっとじーっと座ってるってこともできます。なるほど、なるほど。涼しいし楽ですね。とにかく風を広げればいいんで、それが別に扇風機でやっても意外とできるんですけど、まあ、もちろんあのドライヤー使った方が早いです。温度、あの強風の一番の高温にするとやっぱくせ毛は乾燥しちゃう、なんか、ね、熱でこう結構ダメージが強くなって乾燥しちゃうんで、ちょっと低め、まあ、ちょっと暖かいなぐらいがもうゼロのもう冷風のみで、まあ、風も一番強すぎるとあの髪の毛がバーって散らばっちゃうんで、あの、まあ、優しめの、極力優しめでやっていきます。乾かす時のポイントを先に説明すると、髪に触れない、もう髪の毛乾かすときにこう手でこうなんとなくこうねバーってやりたくなるんですけど、それをやると今つけたジェルとかそのスタイリングしたこの束がほどけちゃってバサバサになっちゃうので、乾いたときにそれを避けるために絶対触らないで、あの優しくこう表面だけを乾かしていくっていうのと、あと私が先にやるのはこう根元ですね。やっぱ頭皮を先に乾かしたいん で、ここをしっかり乾かしてから、表面を乾かすっていうのをやっていきます。こういう感じで、今頭皮の方が割と乾いてきたので、次はこのサイドの側面の方をやっていきます。時間はね、まあ、長さにもよりますけど、私でダイソンとかこういうあの結構いいドライヤー使うと、まあ、20分ぐらいやります。でもその20分間ずっとドライヤーをやってることって結構生活してて難しいじゃないですか。だからドライヤーで完璧に乾かさなきゃいけないっていうわけじゃなくて、もう大体乾いたらあとは自然乾燥でいいっていう、なんか結構日本で言われてるのが、こう濡らしたら絶対もうすぐに乾かさなきゃ、もう完璧に乾かさ、濡らしてる状態がダメだっていう人も結構多いんですけど、あのしっかりこう保湿されててコーティングされてる状態だったら別に自然乾燥でも、こう海外の帰り界隈とかでは別に悪いことではないって言われてて、むしろドライヤーがいけないって言ってる人もいるぐらいで、その乾燥させちゃうから。なので、まあ、これも本当自分の生活スタイルに合わせて、あの自然乾燥で、あの朝スタイリングして、でその後普通に自然乾燥しながら家事をやるとか、あのメイクするとか、全然そういうのでもいいと思います。と乾かす時のポイントがもう一つあって、あのこういろんな角度にこう頭をこう動かして乾かす、こう前だったり後ろだったり、これは何でかっていうと、あの乾かす時のこう根元の癖がつかない、なんで癖っていうか、こう一定方向にこうペタンってならないように、こう全体をこう360度こうふわっとさせたいから、なるべくこういろんな角度に頭を傾けて乾かしてあげると、すごいあのバランスよく乾くと思います。今だいたい触った時に、あの全部は乾いたけど表面がなんとなくこうパリッとしてきたなっていうのが一つの目安になります。でこっから私の中で一番なんか醍醐味の一つなんですけど、この
ディフューザーの中にこう髪を入れてガーって持ち上げる。でさらにこのカールをしっかり出していくっていうステップが、私がやるのはこう髪の毛にかなりこう接近させるんで、熱があるとちょっと乾燥しちゃうかなって、あの痛みとかもちょっと気になるんで、これ私冷風でやります。もうだいぶ根元も立ち上がってますね、これで。うん、ね、結構そう、これがないとやっぱペタンってなっちゃうことが多いんで、こういうピンか、あのこうガシって、そうワニクリップであのガシってこう根元を立ち上げるのも全然ありです。で、根元を もうちょっと立ち上げたいんだったら、こういう目の粗いフォームをこういうふうにちょっと立ち上げて、あとはこうもうディフューザーをこう頭にこうしっかりつけて、ちょっとグッと上に持ち上げて、あの乾かすのも、あのもっとボリュームが出て、でもしボリュームを出したくない場合は これをやらなくてもいいです。あえて私はボリュームがあのバーンと出た方がカーリーヘアはすごく可愛いと思うので、私はこういうやり方でスタイリングしてます。ともう表面がだいぶパリパリになりました。あのこのパリパリのままだと本当ジェルって感じだと思うんですけど、これをほぐします。ほぐす時に、まあ、いろんな方法があるんですけど、こういうヘアオイルを、これオラプレックスの7番、これすごくくせ毛にいいんですけど、数滴こんな感じで手でこう伸ばして、こう優しく揉み込む。そうするとこう揉むことでこうパリパリがあのだんだんほぐれてくるんですよね。でほぐれるんだけど、あの束が壊れてないの分かりますか？うん、だいぶツヤも出ますよね。そうなんだ、ね、こう表面がこう広がる、束は保ちつつあの広がるので、こうくせ毛全体がこうふわっとパーマみたいに仕上がるんですよ。なんかこっちとこっちなんか違いも分かりますよね。表面にもツヤが出て、これを乾く前にこれをやっちゃうと、やっぱりこの毛束がちょっとバラバラってなっちゃうので、あのなるべく完全に乾いた状態にまで待ってほぐすことが綺麗なスタイリングになるコツだと思います。こっちもね、いい感じにこうふわっとちょっとゴージャスな感じになってきてます。普段だったら出かける前にもう最後の仕上げでやるとか、うん、寝る前にやるとか。そう、寝る前はね、やらなくていいです。もうね、あの夜やるときはジェルパリパリの状態でむしろ寝てほしくって、こうナイトキャップ、うん、まあ、シルクとかサテンとか、あの全然安いのでいいんですけど、それをかぶって寝て起きると勝手にほぐれてるんですよ、うんうん、こんな風に。で、あの起きたときにそのちょっとこう手直しするためにあのオイルをつけたりとか、まあ、ちょっと水でちょっとシュッシュってやって、あの変なふうな寝癖みたいについちゃってたら、こうこうちゃんとほぐしてあげるっていう風にすると、あの完成します。こうちょっと根元もなんてこうシェイクがかかってぐしゅぐしゅってやると、こう分け目がね、こうパックリ見えない方が私はいいかなと思うんで、こんな感じかな。でもちろんこれ崩さなきゃいけないっていうルールはないんですが、そのなんか濡れ髪風が好きな人とか、こんなにボリューム出したくないよっていう人はそんなにたくさんほぐさなくてもいいと思います。幼少期からくせ毛は残念、私も言われてきてたんですね、美容院に行っても。それだけが全てじゃないです。まっすぐな髪も美しいけど、それとはまた全然違う次元で、くせ毛も美しいっていうのをぜひみんなに覚えておいてほしいです。あなたの髪は活かせます。あの活かせないくせ毛って私はないと思ってます。